山本正也は兵庫県淡路島出身のオートバイトライアルライダー。子供の頃から自転車に乗ることが好きだった山本は16歳になり、原動付き自転車免許を取得し、ヤマハ MR50 を購入する。トライアルという競技を知る前から山で走り回って、斜面をどこまで登ることができるか何度もトライしていた。山本はその後、本格的にトライアルを始めていくことになる。 そのきっかけの一つとして、南の年明に、僕、うまいなぁ、単車が嫌。こうたらトライアル教えたるからと見染められ、初めてのトライアル車となる DY125 を購入した。山本は、定時制高校に通いながら、朝から暗くなるまで走り込んだ。1976年現在の国内永久に、当たるジュニアに昇格後、いきなり、チャンピオンとなる。その頃には、 少年と呼ばれる。1978年国際 A 級に昇格し、TY250 に乗り換えてランキング8位となる。1980年 TLR200R で、ついに国際 A 級で、初優勝を飾り、ランキング7位を獲得。1982年 HRC のワークスライダーとなり、国際 A 級クラスのランキング1位となり初の、 シリーズチャンピオンを獲得する。1983年に山本が勝った RS250T1983 年国際 A 級クラスランキング1位。全日本トライアル選手権を7戦中5勝と圧倒的な強さを見せつける。この頃に開発されたワークスマシン RS250T は現在ツインリンクモテギのホンダコレクションホールに展示されている。 1984年国際 A 級クラスランキング1位。9月2日、世界トライアル選手権第11戦フィンランド大会に初出場で6位に入賞する快挙を成し遂げる。1985年国際 A 級クラスランキング1位。1986年国際 A 級クラスランキング1位。前人未到の全日本トライアル選手権5年連続チャンピオンを達成する。 1991年9月29日、インターナショナルスーパースタジアムトライアルで現役を引退した。引退後は、チームマサヤを主催し国際 A 級ライダーの泉、広明などをサポートした。2016年現在は、MFJ 近畿トライアル委員長を務め、近畿選手権の主催や、全日本トライアル選手権への運営、解説に携わっている。また、 フィム世界トライアル選手権での解説も担当する。また、自身も、ライダーとして、スクールの講師や地方選手権などに、積極的に参加し、更新への育成に励んでいる。オートバイトライアルの見どころでもある、ステアケースを走破するテクニックの中で、山本は垂直に切り立った1メートル以上の、ステアケースを上がる、新直角というテクニックを編み出した。ステアケースに対して、 フロントタイヤを突き当て、その後にオートバイを真上に引き上げるように伸び上がることで、マシンのホイールベースに近いような高さのステアケースでも走破することができる。海外のトップライダーが苦しむようなステアケースも、山本は見事に上がることができた。そのようなトライアルテクニックを、分解写真を用いて解説された、教本。 山本正也の攻撃型トライアル入門が1982年に発売されており、著者は南の俊明で発行はアップダウン者である。トライアルジャーナル1992年7月号 P36 から 41AB トライアルジャーナル1991年12月号 P4P27 ツインリンク、モテギ、ホンダコレクションホール2016年6月28日閲覧、MFJ50 周年記念サイト50年の歩み2016年6月13日、閲覧 AB ホンダ成田さん親子に聞く、世界制覇までの30年パート、2世界を目指せ全日本チャンピオン2016年6月13日閲覧、トライアル資料館。 山本正也の攻撃型トライアル入門2016年6月13日、閲覧。ありがとうございます。